じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、現役でも OB でもある一選手にこう焦点スポット当ててちょっと豊さんに語っていくという動画を、まあ、これまで何本か撮ってるんですけれども、今日は DeNA の選手。DeNA もさ、はい、俺 OB だけどさ、なんかネタ的にやっぱあんまりなくてさ、はい、まあ、例えばね、はい、A クラスに入ってるんで優勝争いしてるんだったら、はい、何回でも取り上げようと思ってるんだけど、はい、なかなか取り上げにくいんだよね。まあまあ位置的にまあ B クラスですし、そう春先悪かったしさ、で再開ウロウロしてたしさ、はい、ここのとこ調子いいよな。あ、そうですね、調子上がってきたな、はいはい。中でも例えば豊さん、今日 DeNA でなんか注目のこの選手をちょっと語りたいなって。誰か聞きたい選手いる？この選手のヒストリーみたいな、うん、ヒストリー、うん、まあ、豊さん、まあ、知ってるやつじゃないとダメだよ。もちろん佐野とか被ってないし、あんまり話したことないんだよ。あ、そうなんですね。だから、まあ、ちょっと分かんないんだけどね。本当は聞きたかったのは私梶谷選手とかだったんですけど、出ちゃったので、もういないですし、で考えると、まあ、今、首位打者の桑原選手と、うん、聞いたやついるか。だってオースティン選手聞いたってね、そんなしょうがないもんね。まあまあまあ、オースティン知らないもん。知らないですもんね。話せないから。すごい。桑原か。桑原どうですか、桑原選手。可愛いやつなんだよね。おお。豊さんがコーチをやってた時は、そうそうそう、何年目ぐらいだったんですか、あの時は。あの時は高城と多分一緒だから。そうなんですね。1年目じゃないかな。あ、ルーキーだったんですか。そう。二等兵みたいでしょ。あいつ顔つきが俺もう二等兵二等兵って呼んでるわね。おい二等兵とか言ってはい、はい、うん、まあ、やってたんだけど、はい、最初は一軍にな、全く呼べずに、はい、で中畑監督が「豊はもう秋季キャンプは本当厳しくやるよ」って、うん、「そうですね」って「やんなきゃ追いつかないですね」って、で若手をピックアップして、はい、将来に向けての、うん、練習をさせようと、で厳しさも教えていこうということで奄美大島に、はい、でそこに桑原がいた、うんうん、で最初ね、で夜間練習でスイングをすると、はい、いうことで桑原とかももちろん来るわね、はい、で音沙とかとかもいた、はい、お前誰かに似てんなって言ったら、ダチョウですと言って大笑いしたんだけど、音沙汰、ダチョウ見たらほんまそっくりやな言ってまあ、そういうね、はい、こう笑いもありながらこうやってたのね、はい、で小原がその中にいたんだ、はい、で高城もいた、うん、スイングがもう全くなってなかったんだよ、はい、最初どんな感じだったんですか。なってなかった、なってなかったって、もうスイングっていうかなんか上からプル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 振るぐらいでさ、はい、右肩こう出しながらこうやって振るからお前そのまずスイングっていうのは、はい、まあ、そうじゃないと、うん、まあ分かったと、時間やる、うん、ね、明日の夜、うん、この時間に誰かの真似してこいって、おお、誰かの真似をしてきなさい、はい、だから真似事から入ることも大切だと、はい、で上手い選手の共通点っていうのは人のモノマネが上手い、うん、やってきなさいと高城と2人で、で次の日その日の時間になった、やってきましたじゃあ誰だって言うなとじゃあ俺が当てるから、はい、振らした、うん、全く分からないお前誰の真似なんだそれって、うん、全く似てないんだよ。それだけは覚えてるお前それ本当かみたいな、はい、部屋で何回も練習しました YouTube 見て、ああ、はい、本当かお前、うん、そんなにひどかったんですかプロですよね一応ねお前それじゃダメだと、うん、なりたい選手の誰でもいいから真似してこいみたいな、うん、ね、まあ、それから入ったんだ、はい、でもまあ打たすのは打たす、うん、でフリーバッティングやる前に連続200回っていうティーをやってたんだよ、はい、ガーンって。他の選手は途中でもうバット落とすんだよ、うん、もうパンパンになっちゃってもうやれないと、うん、お前そっからだ頑張れとか言ってやらしてたんだ、はい、桑原は、うん、こんなフラフラになるまでバット離さなかった。あの子は根性ありますね。根性あるんだよ。おそんなにゲージ入ったらもうフラフラでだから体力ないからさフラフラでも向かってくる気持ちはすごい人一番あるんだよ、うん、はい、なるほどなるほど、まあ不器用な男やなと思って、うん、で最後に3キロ走、うん、
これが締めなんだよ、練習の、はい、ね、散々走った挙句の3キロ走なんだよ。はい、行くぞって、よーいドンって、絶対一番で帰ってきた。おお、疲れて疲労度もフラフラなのに、1ヶ月間1回も1を譲らなかった。すごい。いや、これは根性あるよ、あの子は。そうですね。ああ、だってもうそこで豊さんは、あ、この子、まあいいなというか、いや、気持ちがいいなって、うん、思いますよね、うん、だから中畑監督も、小原は頑張る子だなとかいう話で見初められたんだ、うん、はい、ね、やっぱそういう頑張りがある子っていうのはさ、うん、やっぱ土壇場に強いよ。強いし、やっぱこう、なんていうの、勝負強いしさ、うん、2試合連続先頭打者ホームランとか、はい、ね、うん、俺が電話しても出なかったら必ずかかってくる、うん、どうぞってどうぞって、そんな力んでるいや力んでませんとか、それが力んでるって二刀流二刀流ですいや本当だから、あの特攻隊みたいな子あったら飛んでくるでしょ飛んでたらもう興奮しとくかってボール投げてんだよ、ランナーおるやんかだからね、最初の出始めの時に彼が、まあ、ヒーローになる、うん、ヒーローになった時に、え、帰れでーとかなんとかってやってたんだよ、はい、ね、ちょっとお茶あげて、 すぐ読んで、はい、バカかと、うん、スター選手になるやつで、うん、そんなおちゃらけるやついるかって、うん、過去のヒーローインタビュー見てみろって、おちゃらけてるやつは消えていってるからって、うん、ね、ちゃんとしっかりした言葉で喋れてるやつは残っていってるって、それは思考がそうするんだって、うん、だからバカみたいなことするなって言ったの、はい、はっ、おじゃ今最近しないでしょ。あ、じゃあその言葉があるから、いや、あるのかどうか分かんないけどさ、はい、やっぱりスターになるやつってそうだからって言ったら、うん、はい、で、分かったかって言ったら、分かりました、お前スターになる気なのって聞いたら、うん、えとか言ってはいとか言うから、おいや、でも綾乃子はね、やっぱ根性がいいわ、うん、あの、まあ、なんかその監督によってだったりとかで使われなかった時期とか、いや、そう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 、うん、すごい悔しい思いも多分してきてると思うんですよ、ね、いや、だから彼の性格だったら今年ダメだったら、うん、もう次考えようっていうぐらいの性格の子だよ、うん、うん、もうダメですって、うんうん、そこら辺にはしがみつくとかいうよりも、はい、もうスパッと行けるタイプの人間だから、うん、だからまあ今年である程度確立できたんじゃないの。そうですよ、ね、だから良かったなと思って。それって何か豊さんから見てて、何か一皮むけたなとか、あ、なんかきっかけつかんだんだなみたいなのって感じ取れましたか。いやいや、あの子は使ってたら何とかするから。あ、本人が、うん、呼んで、うん、何のアドバイスもしないで、桑原、もうお前何とかしてくれと、うん、チーム救えと、はい、おっさん何でもできる子だから。あ、そうなんですね、うん、すごい。だからお前いいかって、うん、インサイド来ても絶対避けんなよって言ったら避けないよ、あの子は。あ、もうぶつかってガーンって当たって、もうバッカーンってカーンって力むなって言ってるのにさ力むな特徴なんですね、あの子は。そういうタイプなんだよ。あ、そうなんですね、うん、はあ。じゃあ、だから、うん、俺なんかずっとあいつと、うん、桑原とは一緒に野球やってたい子だよね。あ、そう思わせる子なんですね、うん、というか選手なんですね。あいつはあのセカンドだったんだからね、内野手だったんだあ、そうなんですか。とんでもないセカンドが生まれるところだった。危なかったですか。危ないところじゃないよ。ファインプレーしたらファーストを投げずに叩きつけてるようなやつになった地面にだからそのぐらいなんかこうカーってなれるタイプなんだ。だから時としてやっぱチームを鼓舞して俺が引っ張っていくぐらいの、うん、まあ、革命じゃないですか。いや、だから桑原が本当にねチームリーダーになったら、うん、例えばすごく力むようなチームになるかもわかんないけど俺は強いチームになるというふうには期待はしてるけどね。そうですね、うん、すごい、とっても可愛い子だよ。あ、うん、力むけれども素直で、その力むのが可愛いじゃんお前ファインプレーしてランナーおんのに取ったからってボール叩きつけるか。つけんだろ普通、カット前に返せよって話。そうですよね。お前ランナー進んだらどうすんやってそのファインプレーパンなのぞって。ちょっとそういう場面も期待しちゃいますけどね、まあまあね、私はこれから、まあ、だから
すごくね、見てる人たち、はい、ファンの皆さんね、はい、このチャンネルの、まあ、桑原も応援してやってほしいなって思うよ。そうですね、私は今の話を聞いて桑原選手のプレーをさらに見たくなりました。とっても可愛いやつだから、はい、そうです ね、首位打者取ったらな、なんか電話ぐらいはするわ。ほら、なんかほら、豊さん呼ばないとな。そうですよ、その力むこととか、そうそうそう、あれは一体誰の真似だったのか、ね、あいつの多分俺の前であんまり喋れないんじゃないかな。うそうそんな喋れない。いや、そんな感じのやつなんだ、不器用なやつなんだよ。そうなんですね。でも話し込んでったらすごく楽しいやつでね。あ、じゃあぜひね、タイトル取ってオフ来てほしいです ね、まあタイトル取らなくても呼ぼうかね。呼びましょうか、はい、はい